ブロンズ3、エレリアと 1v1。 初めてブロンズ 3? 俺もう疑心暗鬼なんだけど、お前本当にブロンズか。俺はね、ロールプレイヤーに元気を与えてるんだね。ブロンズ3はガチで俺に勝てると思ってんだよな。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。あー、なんてこったよ。ほんとに。忘年会の予定が一個も入ってねえけど。なんでなの?忘年会。忘年会来てな。お前らあんの逆に。おめえらもねえだろうが、調子なんだ。おめえらなんて一番ねえんだわ。いいな、忘年会いいな。忘年会マジでいいな。ボース高いはしちゃあかんのよ。まあ、もろいだろうよ、普通に忘年会なんてやった方が、そりゃいいわい。やれればやればやるだけいいんだから。マジで死ぬ、もう終わりって感じがするよね。だって日本だって幸せじゃんだって。あの、最後のさ、12月25日から年明けにかけてのあの1、2週間。日本人の幸せ詰まってんだろ。あの期間マジ幸せだわ。うわー、おもろいやん。カミール対面なんだけど。はい、来た。カミール対面面白そう。え、どうなんだろう。ちょっと待ってね、ちょっとシミュレーションしていい？いや、もうシミュレーションでもボコボコにされてんだけど、大丈夫これ。え、勝てるもんなのこれ。勝てんのか。ん、勝てんのか。何乗りなんだろう。我らは始まりの地の子だ。奴隷になどならぬ。カミールマジ意味わかんねえ。もう負けたけど。そういえばカミールと対面したのは一回もなかったわ。そういえば。やめろ、それ届くんかい。あー、それ急に死なねえのかよ。うわー、今のなんだ、ミニオンミリー。くそ、ずるいよ今の。もうマジで足長いな。来た。ファーストブラッド。現状に満足しキュイ。敵を倒しました。うわー、パッシブ突きキュー、ナイス。頑張った頑張った。ガチガチファイト制したぜ。あー、敵を倒しました。楽しいじゃねえか、このマッチアップ。大勢の人が、あの土地が奴らの行く手を阻むだろう。わっと、あぶねえ。うえぇ、オッケー、オッケー、レッツゴー、レッツゴー、オッケー。いやー、最高だ。これはデカすぎる。このタワーした練習したよ俺。
小石一つで戦艦が知らない。いや、これはね、だいぶしたい俺は。ここ練習しない、いつ練習すんだお前。なんでお前ふざけんな、ホプーナユーヤユー撃つな、お前こんなタイミングで。これなんだのマジで、マジでビビった、バカが。あ、ナイス守り。守れたけど、それサリア作るよ。出て。敵のランページ。味方のタワーが破壊されました。味方が倒されました。敵のダブルキル。はあ！危ねえ、なんか死んでくれてよかった。味方のタワーが、こんな残虐な光景は見せられない。味方が倒されました。敵のランページ。なんかここからキャリーする能力ないな。なんか勝ち試合はそもそも勝ち試合に持っていけないから、負け試合なんて持ってんのかな、ね、全然持っていけねえや。あおディフィート。いや、もっとミッド勝つべきだったんだな。ミッドが勝ちすぎだったもんな。勝ちが足んなかったんだろこれ。まだまだ行くぜ。24ヶ月目です。イカラクラズさんファンからまたジェラピケプレゼントされてたね。いいなジェラピケ、いいな。マジ良くないよな本当に。ラズかけるジェラピケ。俺にジェラピケ渡してないけど、ジェラピケってもうちょっとなんかモフモフした可愛い系男子じゃないが。俺は可愛い系ではねえだろ。系統で言うとやっぱジャスになるよね。シャルル氏もジェラピケ合いそうだね。なんか部屋着っていうイメージが強いから、ジャスとかシャルル氏とか結構引き込みなイメージやん。プラスして可愛いキャラだからさ、合いそうだけどね。あれをマシュマロ男子っていうのか。マシュマロはライジンは、ライジンはもうちょっとモード系じゃない？ライジンはモードじゃないか。ジェラピケとはちょっと逆じゃね？あいつは滑稽系だろ。そうだ。ジェラピケは違うな。あいつはバスローブだな。ライジン本当にバスローブ着てそうだな、あいつ。ネタとかじゃなく。バスローブ、クラシック聞いてそう。女踊らせてね。女のこと作品って呼んでそう。シャルさんはジンベイ。女のこと作品って呼んで。わらわら。ひでえコメントだよ。マジでひでえよ。お前本当にひでえやつだな。お前本当めちゃくちゃ言ってるよ、お前は。いや、一番大事なことを理解してる。理解者とも言える。いやーいや、大臣は言いそうだな。作品ってマジで言いそう。帰ろう、ちょっと。ブロンズ3エレリアと 1v1。 初めて責任というものの重さに気が。ブロンズ 3！舐められすぎかな。さすがにちょっと厳しいかな。シャットダウン。味方のタワーが破壊。
敵のランプを導くため味方のインヒビターが破壊されました。敵のダブルキル。なるほどね、終わったー。見てられすぎたな。ブロンズに勝って自信つけなくて大丈夫か。いいよお前、一回やってみようじゃん。別にいいよ、別にやってやるよ。ああこれブロンズだよ。俺もう疑心暗鬼なんだけど、お前本当にブロンズか。お前がブロンズって偽って俺のことをボコボコにいたとするだろ。そうしたらもうちょっとかなり厳しい。俺のメンタルは、そうなると俺のメンタルはかなり厳しいことになるぞ。本当なんだな、本当なのかどうかが大切だぞ。お前生きんな、お前ブロンズでそんなスキン、あんま生きんな、生きんなって、こんなスキン買ってガッて見ろって。この前シルバに負けたらブロンズと戦いてえなと思ってたんで、ちょうど一丁前スキン買って。面白くないからほどほどにな。笑い初めて8ヶ月でも8ヶ月入れりやってた。失ったものを思い、失われていないもののため。いや本当にお前ブロンズだな。お前したくたまってないだろ。おい勝てると思うな。おいアイオニア、おい我らの故郷、ほっとしててくさ。はいはい、お前ね、お前ね、いやお前舐めすぎ。いやお前は甘く見てる。さすがにかわいいかい、撫でてやったよ、撫でてやったよ、撫でてやったよ。また挑んでくる。お前がシルバーになった時にまたやってやるからな。あぶねえ、ギリギリシルバーあったな俺のイリアは。そうやって普段ね、サンミアジャパンボコされてるじゃんって言ってもね、チュープラチナタでやってるからね。ブロンズとは違うからね、やっぱり。そりゃそうよ、ガチのブロンズさんなんかい。俺はね、ロールプレイヤーに元気を与えてるんだね。ブロンズ3はガチで俺に勝てると思ってんだよな。スターさんができるんだったら俺もできるって本当にみんなに思わせてんだろうな。いや希望をね振りまいてるわ。正直勝てると思った。お前マジでバカなんだな。本当に勝てる、めっちゃバカやんお前。舐めすぎです。不思議なこと言ってるんだな君は。世界に舐められてて別にいいけどね、俺はそれで君たちが元気になるんだ。